今回はオートマティックベッドフィーダー自動給餌機の紹介をいたします。現在もですね、給餌機を使っているんですが、今使っているのも素晴らしくって、まあ、どっち使おうかなって捨てがたい感じなんですけれども、 2、3年前のものと違ってですね、進化しているので、早速開けて見ていきましょう。今回多分奈々くんは給餌機使えないので、花ちゃんが試していこうと思います。よろしくお願いいたします。 付属品全部出してみました。映り込みが怖いので、ちょっと今回これ端っぱなしでいきますね。で、とりあえず解説明書もちゃんとあります。こちら Type B の USB に Type A となっております。停電の時のために電池3本で入るようになっています。ドライバーとか工具類は一切いりません。このつまみを平行にすると開きます。 で、この中にフードを入れていきます。この羽と羽の間のところにフードが入ると約5グラムというふうにされています。フードの大きさによって出てくる量というかグラムが変わってくるようなので、なるべく5ミリから15ミリのドライフードを使ってくださいということでした。なるべく湿ったフードではなく乾燥したフードで使いましょう。ローマネーズ、サーモン入れていきます。 今ですね、そんなに入れてないんですけど、なんと6リットルまで入れることができるそうです。今使ってる給餌機が4リットルなんですけど、大体1月持たないですね。 1日4回40グラム上げているんですけども、線のギリギリまで入れて3週間から1ヶ月っていうところでしょうか。何より魅力なのが、今使ってるのは10グラム単位でしかできませんでした。今回5グラム単位ずつっていうことなので、早速ちょっとやっていこうと思います。 赤外線のセンサーがついています。このセンサーのところより量が下回っていると、このように警告ダンプがつきます。この給餌器の素晴らしいとこ、その2、1日最大6回まで時間設定ができます。花は4回食べなきゃいけないんですけど、例えばそれにおやつとしてあげるとか、そういうこともできるってことですよね。5グラムずつなので、頻繁に食べさせたい時には素晴らしいと思います。 C の1というのは録音を再生する回数でしたので、1回D型は1回でいいです。何回もループするみたいですね。ちょっと耳の遠い子にはいいかもしれません。